どうもこんにちは、デジャブ編集部員の電飾花尾です。楽園天国の第2章ですね、本日お邪魔しておるホールさんはこちらアムズスインパークさんでございます。こちらのホールさんではですね、1ゲーム連フリーズを達成したホールさんで有名なんですけども、今回もね、1ゲーム連フリーズ目指して頑張っていくと同時に、まあ、1ゲーム連フリーズ引いた時は惜しくもねマイナスで終わっちゃったんで、まあ、まずはプラス収支目指して、行こうかなと思っております。で今日13日なんですけど、今日がね、花入金かな、入金となんかもう一機種なんですけど増大したようなんで、まあ、その辺も踏まえつつ店内状況を見ていこうかと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の店内見ていきましょう。本日はグレキン入金が増大されたんだね。だからここか、入金が増えたということで入金見ていきましょう。まずは体182分の1、稼働2がビッグ19のレギュラー18で、ガス3がここまあまあいいんじゃないですか。124分の1で3000万くらい出てますね。まあまあまあ入ってないことはないですよね。入ってない。だからここ160分の1なんですけど、ここ小湯台も一応空いてるんですよね。グラフ出します。プラス1000枚ぐらいはいってんのかな、まあ、最高2000枚ぐらいは出てると。この台いいっすね。はい、というわけで本日実践する台はこちらですね。716番台、まあ、さっきも紹介しましたが4627ゲームでビッグ19のレギュラー10です。でこういう感じですね。で多分昨日天球でこれが一昨日だと思うんですけど、一昨日結構出てるんですよね、他の台も。まあいっか、とりあえずこの台から実践スタートです。お願いします。時間になりました、実践開始できます。お願いします。今日も今日とてグレートキングハナハナでございます。いきましょう。まあ言うて、まあ、設定4の金利子なんでボーナス合算がね今、まあ、その近日、まあ、設定4と同じ確率でボーナス引けりゃなんとかなるかなと思われますので頑張りますか今日も。で今日が6月13なんですけども、今日が多分その新台花々増大で、このワンボックス全部花々になりましたね。で設置機種がグレキンとドリームとニューキンと、あれ前ほぼなかったかな、なかったか、前確かちょろっとだけ置き時があったんですよね。それが全部花々に変わったという感じですね。おとといがねすげえ回数ついてるんで出しすぎた説あるよね。その日からの272ゲーム投資が2本、レギュラーっすね。どうせあビッグあざます。始まりはいつもレギュラーだったはずが、オッケーオッケーからのスイカ、あいよ。まさかの、はい、2回目。うわ3回目、あるやんこの台、なんで空いとるん。うせやん、4回目はねある。おい、新記録の5回に迫るぞこれ。4回目っすね、あるやん、なんならこの台ラスト。さすがに5回はなかったっすけど、
このワンビッグです。次が4回ですね。パネフラーなし。まだ言うてね、あれなんですね、そんなに回ってないんで、前回収録時よりも。まあ、そういう意味では後積もしやすいんかな。自分の代わりに楽園天国をするなら誰がいいですかと投げかけた動画のコメント欄を多分ねまだ拾ってなかったんで、そこからいきます。シャープで言うと129いきましょう。ざっくりといきます。ヒゲさん、サトシーニョ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 、多いな。アルプスがええなと。でも楽園は電飾だけで十分、電飾は全く見るのが楽園やと。なるほど、審判でお願いしますと。審判さん、ちょっと危ない感じですが、それが見てみたいと。ビズちゃんと2人での楽園天国。なるほどね。ヒゲさん、チリさん見たいと。楽園天国は電飾さんじゃなきゃ。いや、そうじゃねえ。そういう、いや、ありがたいですけどね、そのコメントは。葉月ちゃんか愛花ちゃんと。ここに来て女子の名前が来たね。今のところサトシか、サトシーニョが多いね。パイオツカイレーナ姉ちゃんなら誰でもよし、それはね。さあ、そう、それは分かる。葉月ちゃんにデレデレ電飾が見たいと。なるほどね。そういえば今度あの全 2EX でハーちゃんこと葉月ちゃんとやるんで、一緒にぜひデレデレ電飾が見れます。まあ出れないですけどね、そんな、うん、あんなね小娘ごときに出れるような男じゃないですから、僕も。もう言うても33、まあ、今年34なんで、おっさんですからね、言うても。おっさんというか、その、ジェントルメンなんで、そういうね、にやけるとかそういうのはないっす。やっぱり、こういうパツオ台を目の前にして、そうやってね、出れるようじゃダメよ、本当に。あとこのシャープ129のコメント欄でちょっとね面白かったのが、お前もうええわ、気持ち悪いと。ちゃんと電飾つけてやれよと。天狗になってやらなくなるなんて最低やわみたいなコメントあったんですよね。でもこの動画の時ちゃんと僕あの電飾つけてるんですよ、忘れずに。でそこからまあちゃんと見てくれてたユーザーさんがつけとるわと、目腐ってんのみたいな、つけてるやん、一時期つけてなかったのはファン間イベントでファンにプレゼントしたからやんみたいな、ちゃんとね、僕をフォローするコメントをねしてくださる方がいらっしゃって、でこのお前もうええわ気持ち悪いって言ってた方もちゃんとねそこは反省して、すまんついてたなっていうね反省のコメントをするという、こういうね心が温まるコメントなんでやっておりますので、楽園天国は。でこの方もちゃんとね謝るのがすごいですよね。こんだけ噛みついてきてちゃんと謝るっていうね、うるせえ黙れみたいな感じじゃなくて、すまんみたいな、俺が悪かったって、そういう人好きです、僕は。おっしゃ、持ちメダル255ゲーム、これはありがてえ。うわ、まあまあ OK、 レギュラー赤。うわ、偶数、まあ、まだ1回なんで何とも言えないですけど、いやーもうワンチャン、いや 6にしちゃボーナス重いもんな。4かな、4が今のところ妥当な線ですかね。さっきのビッグ中も数回4回出たんで、まあ、4あれば十分よね。
うわ、2ゲーム。これよね。あー、いかん。やっぱりね、ビッグなんだよな。2ゲーム惜しい。いやー、これまた1ゲーム連ぶちかますとこやったな。さあ、今回は打って変わってスイカはゼロ。エンディングフラッシュもなし。謎やな。いや、1回ぐらいはスイカあってもよかったんやけどな。まあいい、まあいい。とりあえず持ちメダルでいけたのがでかいよね。255ゲーム、まあまあ回ったからな。やっぱベルって大事やね。はなはな。おっしゃ、持ちメダル129ゲームっすね。しゃあない、持ちメダル黄色。いやー、偶数だね完全に。2番のところ、さあ終わりまして、黄色ランプは黄色からのない。これね、今のがビッグボーナスならほぼほぼ勝ち持せたんですが、ですが、レギュラーはね、まだ予断を許さないんですからね。まだあと40分ぐらいはあるんで、全のまれはある。全のまれしてもまだ総投手が2本なんで、そっからビッグ引けりゃ、最後の最後でビッグ引けりゃまくりと。とりあえず今現状では有利ですね。プラス収支にはなりやすい、今のままいければ。おっしゃい、50ゲーム。あからのキュピーンを聞きたいんや、俺は聞きたい、これよ。ありがとうございます、持ちメダル、ビッグボーナス。いやー、これよね。オッケー、これは今日はプラスで終われる。うわ、スイカないやあら、そうですか。スイカは今回もゼロ。偏るな、だいぶな。からの上パネルフラッシュ。スイカの出現率が荒れすぎやな。とりあえずビッグ3回でスイカ4回か。おい、あぶね、持ちメダル339。うわ、レギュラー苦戦、あぶな。339ゲーム、持ちメダル、ビッグボーナス。わ、これ勝ち持ちたんやないわ、じゃあどうやろ、いっときましょう。いやー、どうやろうね。まあ油断せず頑張りましょう、これは。オッケー。またもやスイカはゼロ。頼りすぎやな、ほんとな。えいひゃい、あー久しぶりのえいひゃいやったんすけど、さすがに無理。さあ、残り時間が10分少々となっております。なので1回ボーナス、まあレギュラーでもビッグでも引くことができれば
今回のプラスはもらったも同然。行きましょう。ギリギリ多分プラスでいけそうなんですよね、このコイン押しだと。でもそうじゃないよね、ボーナスを最後しっかり引いて決めて、それでプラスで帰りたいわけよね、こっちとしては。いやー、ベル来るなぁ。コイン持ちがね、いいよね。多分これプラスやな、絶対時間的に。あと1分切ってるやん。いやいや、まあ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 、いや、うん、いやいや、プラスなんでいいんですけども、いいんですけどもよ。いや、あん時、いや、わからんくない。でもこんなにさ、コイン持ちとかわからんやん。っていうわけでなってるよね、なっとるんよ、時間に。はい、というわけで時間になってましたんで実戦終わります。結果はエンディングにて。ありました。では結果です。ちょっとですね、自分投資間違えてまして2本でした。なんで94枚ですね。94枚投資の回収が275枚っていう感じですね。プラスの181枚でフィニッシュと相なりました。ありがとうございます。最後は、まあ、鼻を力せて勝ち申し上げたかったんですけどね。まあまあ、それはいいでしょう。一応まあ、アムズツインパークさんではまあね、初勝利という形で終わってよかったかなと思います。で、店内状況に関してですけども、まあいろんなちょっとお客さんに話聞いたところ、まあその、中間の台がね、やっぱ多かったんじゃないかなと思います。前回の主力場比べて。で、あと、ぶっちぎってる台も、まあ今、収録終わって、19時40分ぐらいなんですけど、1台しかないんですよね。132分の1グレー金で。って考えると、まあ、前々日にちょっと出しすぎた感じがあるよね。うん。はい、というわけで、今回の楽園天国はこの辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また次回。